い、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。信長の野望創造戦国立志伝 E 直虎で始めて、今利通に代替わりした続きのプレイやっていきましょう。で、今ご覧いただいている通りですね、あの後結局今川に土下座をしまして和睦をしてもらいました。ただ和睦の期間って、まあ、6ヶ月間、まあ、停戦の期間は6ヶ月間なので、もうすぐ停戦が切れますよというところからですね、続きをやっていきたいと思います。まずはですね、外交ですね。贈り物をバシバシ送っていきたいところではあるんですが、まずはなんといっても今川さんのところに、すいませんでしたってね、何度もお詫びをしに行かなきゃいけないので、そこからになりますね。目下の敵をよって武田に絞り込むっていうね、そういう形になります。今川に送っていた贈り物は功を奏したんだろうか。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。いやー、残り2ヶ月間で信用6とかって、まあ絶望的だな。で、朝廷外交の状況はというと、光秀が頑張ってくれてるけど、あと5ヶ月はかかるな。なるほど。となると状況からして、四方八方敵だらけっていうことになるな。どうしようかな。まあやっぱり外交しかないんで、外交で頑張るしかないけど、今外交でこっちに話聞いてくれそうな人って誰もいないしな。さて、困りましたね。今今川と再び開戦しても勝ち目はないからな。贈り物も受け取ってくれないとなると、ターンを送るしかないっていうね。大丈夫か。いや、こんな時に誰を清水山狙ってくるの。いや、余計なことしてくれるな本当に。朝倉は今清水山城を防衛する戦力なんて回す暇ないんだけど。終始です。報告いたします。いやー厳しいな、あと4ヶ月かかるな。もうこれは本当に今川さんにはお詫びのしようがないんですけど、詫びて詫びて詫びまくるしかないからな。とりあえず清水山城は奪われると困るので、清水山城には増援を出しましょう。ただ今ここで今川と戦闘するとかなり厳しいな。今川との同盟ももう切れたね。早いな、切れてから攻撃してくるまでが早そうで嫌だな。給湯品の貨物をあげよう。
信頼してくれてる相手に対して攻撃してこないよね、今川さんっていうのを確認する意味でもう一度贈り物を送りましょう。でだ、今工作でどうだろう、今川に対しては同盟結べるようになるまでもう少しかかるな。でもう何度見ても変わらないんですけど、朝廷まであと3ヶ月かかる。あと3ヶ月間今川が黙っててくれれば。ここが貴様らの地獄、頼むぞ今川。ありがたく頂戴するとしようって吉本が言ってくれてるから安心して大丈夫だよね。であれば今のうちに清水山城の防衛戦をもうちょっとしっかりやっていきましょうか。清水山城もね、そう簡単に落ちるような城ではないですからね。我が領内に敵が迫っております。我が方の城包囲されました。出るとするか。よし、これで部隊が帰っていったので、一旦我が方も引き上げましょう。先月の終始です。もう対今川戦線をこう引き上げて武田に標的を切り替えたい、そんな場面ですからね。今川さんと同盟が結べればもうこれ以上の喜びはないですっていうね。武田ともちょっと吉見を通じとくか。いやー、今川がさらに勢力伸ばしてるからな。今川を中から切り崩すのってかなり困難だよな。ちょっと本当に厳しいですよね、このままいくと。まずは朝倉を飲み込みましょう。朝倉を飲み込み武田を吸収するっていうところから始めていかないと厳しいな。北条はどうした？北条と今川と武田、この三つどもえの戦いを期待してるんだけど、武田がちょっと押され気味ですよね今。北条ももうちょっと今川に対して攻勢を仕掛けてくれて、毛利は飲み込まれつつあるな。長宗我部も今川に食われてる。となると、いやー本当にこれ生き残りの道がちょっと見えてこないけど、どうしよう。まずは朝倉だな。よし、朝廷工作はできたので、この先は、いやー朝倉、今川勢が朝倉を攻め始めてる。さらにここは今川と武田が激戦だな。となると、まあ、実はというわけじゃないけど、地道に毛利の城も食っときますか。いやーちょっとすっ飛ばしてるだけでだいぶ情勢が変わってるな。金ヶ崎城をめぐって今川と戦いたくないってなると、標的にできるのが武田になるんですが、武田とはもう国境を面してないし、まずい状況ですね。
ただただ乗り遅れた感じになってきたな。独立したものはいいものの、もうちょっとサクサクと、今川さんと同盟が結べる状態に持ち込まないと厳しいな。ただただターンを送るだけになっちゃう。行きます。今川の大軍に攻められたら朝倉勢なんてかなり厳しいんじゃないかな。まあ、毛利を食うにしても今川もかなり強いよな。武田がもうちょっとな慎重してくるんじゃないかと読んでたんですが、思ったより苦戦してるな。で、朝倉と武田は同盟中というか、朝倉が従属してる形かってことは武田から援軍は出るな。じゃあなんとかそこで持ちこたえてもらうしかないな。その間にこちらは今川と同盟を結んじゃいましょう。我らが負けるなどありえん。我らに勝てると思っているのか。敵将を捕獲する。金ヶ崎が落ちるな、このままいくと。持つかどうかだな。でここでさらに信玄が追い打ちで死ぬか。信玄が死ぬとなるとさらに厳しいですよね。金ヶ崎城は持たないかな。武田の軍勢7000が援軍で向かってはいるけど、どうだろう、持ちこたえられるのかな。今川と同盟さえ結べれば武田に対して攻めに反撃できるんですけどね。もうちょいだな。さあここで今川と同盟を結び、どんな気持ちなんでしょうね、今川サイドとしては。かつての家臣が対等の同盟を求めてくるって普通受け入れがたいと思うんだけど、ここはね義元の度量のデカさに期待しましょう。まあ、吉本はね、いい人説もありますからね。優しい説。やっぱりね、受け入れてくれたね。まあ、実際には、ご命令を報告いたします。どうだったかわからないものの、大河ドラマ、女城主直虎の中ではなかなかの、こう、なんていうんですかね、ヒール役を演じてますよね、今のところ吉本は。さあこれで義元と同盟を結んだので、金ヶ崎城攻めに全力を注ぎましょう。これでねもう一気にその朝倉領を侵攻して、ゆくゆくは武田領を食っていかないと
到底今川と C を決する戦いができないですからね。まあ、人がいいといえばですね、まあ、ちょっと全然いきなり違う話をぶっ込みますけど、タイはね、男の人も女性の人も、いや、停戦を申し込みますか。武田と停戦を申し込んでもいいことはないけど、まあいいか。金ヶ崎城だけ先に落としてから武田と停戦を破棄すればいいですね。破棄っていうか期限切れを迎えればいいですよね。出陣します、加勢いたしますぞ。金ヶ崎をザクザク落としましょう。さあ、この勢いで一気に。承知いたしました。一乗団を含めた朝倉を滅ぼしてしまいましょう。まあ、ここまで耐えに耐えましたからね。承知いたしました。本当にね、タイの人は男の人も女の人も基本的にみんな優しいですね。まあその夜の女の子たちも含めて、まあ、たまに激怒されたことも思い返せば何度もあるんですが、やっぱりね基本的にみんなすごく優しいです。だからねタイに行くのをやめられないんですよね。ちなみに次回のタイ遠征の予定はですね、3月に3連休がありますよね。その3連休を使って前後に有給休暇を1つずつつけて、4泊5日でタイに行ってくる予定です。でその後はですね6月にも行こうかなと思ってまして、6月はですね1週間、行く予定です。ここはねちょっと早めの夏休みをもらって行こうかなと思ってまして、もうこれはね航空券だけ発注しました。なのでもう行くしかないっていうね。さあ朝倉を粉砕して武田との戦いに備えましょう。もう毛利は滅びましたからね。で武田まで食えばその時点で改めて今川と C を決することもできるでしょう。我に打てぬ敵主、この戦我らの勝ちだ。我が戦お見せしましょう。我らに打てぬ敵はありません。取り囲み、我が戦お見せしましょう。我らに打てぬ敵はありません。命令ください。報告いたします。武田の軍勢が援軍できてるな。さっさと切りをつけないとめんどくさいことになるな。よし、ここは海戦で切りをつけましょう。まずは こっから一気に攻め落とした方がいいでしょう。今川に援軍を頼むのはね、ちょっとせっかく貯めた信頼を損なうので、それを避けたいとこなんですよね。騎乗する、騎乗する。まあ、いつでもその今川と停戦には持ち込めるんで、できればね少しでも信頼を失わないうちに決着をつけたいところではあるんですが、なので、まあ、ちょっとね話を戻すと、タイに行くのがねもう楽しみで楽しみでしょうがない日々送ってるんですが、敵
鬼城門。お、城門の突破が早いな。お任せください。なんでまあ3月6月にタイに行って、でその次の予定がですね、今のところ10月ぐらいを予定しているので、まあ3月6月行った後ね、少し先になるので間が空くっていう意味でですね、ちょっとね寂しいかなっていうところもあるんですが、まずは3月、ここまでにちょっとね女の子に喜ばれるような体作りを今してまして、ツイッターの方で筋トレのね状態とかツイートしてるので、まあ皆さん興味がないと思うんですが、もし興味がある方いればですね、ツイッターの方も覗いていただければと思います。でこれで城門も破壊したので、まあもうここまで来たら一気に天使を落としちゃいましょう。あとはこの一条谷か、一条谷が結構厳しい戦いになるな。今川も生還をしてくれているものの、武田が大軍勢を送り込んできているんで、ちょっと油断ならない状況ではありますね。ここは貴様らの地獄よ。お、これはもしかして毛利を滅ぼしたのは自分ってことになってる？吉川元春とか高本とか武吉とか結構優秀な武将が一気に手に入ったな。ご命令を報告します。先月の収支です。で何気にピンチになってるのがここだよな、曽山城。これで曽山城って読むんだな。曽山城の方はというと、あまりが来てるが1万2000で、味方が6000か。ちょっと援軍出してあげないと厳しいな。金ヶ崎からもこみちくんを出していきましょう。武将の数がそれなりにいるところがどこかな、まあ、やっぱ末盛城ってことになるかな。まあ、敵中の中にね孤立してますけどね、この何とか今川と決戦しないまま事を運び、武田を食い、最終的にもう一度武田と決戦に及ぶ、今川と決戦に及ぶっていうのが理想的な展開かな。出陣します。待機する。我が戦お見せしましょう。我が領内に曽山城に今川ではなく武田の軍勢か。武田が結構この北陸方面軍勢を出してきますね。戦へ参る。まあ、せっかく取った曽山城なんで、ここはなんとか守りきりたいと同時に、今川と戦闘になるのは避けたい。どうだろう。曽山城が落とされると、せっかく取った金ヶ崎とかも危なくなってくるしな。ここは
一度武田を叩きましょう。せっかく今川と和睦状態に持ち込めているので、この隙をついて一乗谷に大軍勢を出していきましょう。これでまず一旦武田を叩いておいて、で朝倉を滅ぼしちゃうっていうのがいいかな。富山城が危ないな。城が取り囲まれました。続きなさい。いやー、武田軍ともう大激戦になってるけど、軍勢の数的に持ちこたえられるのか。我が策で勝利をつかみます。ちょっとさらに援軍を出しておいた方がいいな。ここは兵を出し惜しみするよりかは、承知いたしました。きっちり型をつけた方がいいでしょう。なんとかここは乗り切りたいんだけどな。大丈夫か。我が王の城包囲されました。我らに撃てぬ敵はありません。大吉、武田をこのまま叩きたいけど、まずは一乗谷だな。お、池田千ちゃん、いい感じだね。で、ちなみに海外旅行の話をするとですね、2月には奥さんと上海の方に遊びに行くんですけど、上海ね、かなり空気が悪そうなんですよね。特に2月とかになってくると。なので、PM2.5 対策のね、仰々しいマスクを買いました。あと花粉症用のメガネもね、買ったので、それを装着して上海に行こうかなと思ってるんですけど、2月の上海はちょっと行ったことがないんで、どうなんだろうな。本当にみんなが言うほど空気が悪いのかどうかもちょっとわからないんですけど。かしこまりました。ここはどうだ。このまま展開してるよりかは、一乗谷はどうしても落としたいので、多少ゴリ押ししてでも一乗谷を取りましょう。承知いたしました。我が領内に敵が迫って。待って、今川さん、それはないでしょう。今川とは速攻で和睦しましょう。我らが負けるなどありえん。敵将仕留めと出陣します。我らには勝てぬぞ。出陣します。敵が我が領内に向かっております。今川との同盟というか停戦というか和睦がなくなると、もう話にならないですからね。先月の終始です。今の戦略を根本的に見直す必要が出てくるんで。
まずは朝廷外交だな。朝廷外交は速攻で繰り出していかないと。で、あとは何をしなきゃいけないかっていうと、贈り物だな。贈り物は義元はもう受け取ってくれないか。なるほど。ってことは、このままちょっと武田を攻めつつ一条谷を抑え、今川の動向を探るって感じかな。はい。というわけで、時間長くなってきましたので、今日はというかね、今回はここで一旦終わりにしていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。